共産主義における左翼小二病の最初の英語版。共産主義における左翼小二病は1920年のウラジーミル・レーニンの著作。共産主義における左翼小二病などとも表記される。ウラジーミル・レーニンが率いた一派ボリシェービッキが共産主義勢力内部のより左翼に対する批判を行った書籍である。これらの求心主義の多くは後に 左翼共産主義と呼ばれる思想となった。また本書で使われた左翼小児病や極左冒険主義という批判的用語は、以後、霊人主義を掲げる党派が、求心主義や過激主義あるいは対立党派を批判する際の上等用語となった。この書籍は1920年に書かれ、年内にロシア語、ドイツ語、英語、フランス語で出版され、 そのコピーはコミンテルン第2回大会で配布された。日本語訳は1926年に坂井敏彦と国崎帝道がそれぞれ翻訳している。中国語訳も1926年に登場している。本書でレーニンは共産主義勢力内部で他の社会民主主義勢力などとの一切の協力を拒否する姿勢を左翼小二病、客観的情勢を無視して、 目的を優先し無謀な主張や行動を行う、勢力を極左冒険主義と呼んで批判した。ありがとうございます。